<laughs> ドリブルデザイナーの岡部ですすいません、ドリブルデザイナーという名前の前にこの声に驚いたと思うんですがあのすみません、今日たまたま声を、えー、壊してしまいましてこのような声でお話しさせていただくことになるのですが、えー、必ず満足していただけるような内容のものを、えー、伝えさせていただくので、えー、よろしくお願いします。 えーと自分はドリブルデザイナーという職業、仕事をしてるんですが、えー、はい僕はオリジナルのサッカーのドリブルの理論で選手の個性に合わせてドリブルをデザインする仕事をしていますはいこれだけ言うと何度見ても何のこっちゃとなると思うんですがこの言葉コマーシャルなどで <laughs> 耳にすると思います。 結果にコミットする、はい、実は僕も、えー、あることに対してお客様に選手たちに、えー、約束をしてます僕が選手たちに指導するときに約束をしていることは、はい、99%抜けるドリブル、はい、その99%必ず抜けるようになるためのドリブル理論というものを、えー、伝えてます。 えー、このドリブルの動画を見ていただくとただドリブルの技術があるからとか、えー、得意だから、えー、抜けてるんではないかと、えー、思われる方が多いと思うんですがこれあの、まあ、難しい技のテクニックとか、えー、ちょっと置いておいてドリブルで抜くということに関しては今日あのプレゼンが終わった時には、えー、皆さんが 私もやったら僕もやったらできるんじゃないかってなるようなものが僕は言葉で伝えることができると思いますロジックとテクニックこの2つがあれば必ずディフェンダーを抜くようなプレーができますはいロジックというのはこの言葉だけ聞くと難しいんですが手品で例えると種の部分ですね、はい コインを消すようなマジックをするとしたらどうやったらコインが消えるのかとでテクニック、これはそのコインを消すやり方が分かった後の手さばきですね見えなくするようなパパパッとはいこの2つが合わされば抜けるえ手品だったら成功しますしドリブルでも成功するとつまりえドリブルはえ種がある抜くには種があると。 えー、なぜ抜けるのか、はい、絶対に勝てる間合いに気づかれないように忍び込むからなんですね、はい、でこれどういうことかこのからくりを知ってれば抜けると絶対に勝てる間合いっていうと皆さんどんなものを思い浮かべますか絶対に勝てる どどうですか。絶対に勝てる間合い。退 <laughs> 治してて。あ。もうさすが感がいいですね。えっ、ー、と。足が届かない位置っていうことじゃないですか。はい、ありがとうございます。はい。ディフェンスとの間合いというと。距離を思い浮かべるんですね。足が届かない。思いっきり足伸ばしてもらっていいですか。はい。これが届かなければ。 絶対に取られないですよね、はい、ただ、これって実は落とし穴があって日本代表の選手とかもそうなんですが絶対に届かない間合いではあるんですけど絶対に勝てる間合いではないんですねでじゃあ何が必要か、はい、角度実は距離だけでなく角度が大切です、はい、どういうことか。 対戦している、対峙しているディフェンダーとの距離だけでなく、角度ですね、対峙する角度っていうのがすごい大事だと、これがよりゴールに近づけば近づくほど、勝てる位置っていうのは、どん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 広がってくると。